伊地一彦次郎明治45年1月4日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。薩摩藩士、伊地地規、太氏の次男として生まれる。明治7年10月、海軍兵学寮に入学。明治16年に海軍将尉任官。うねび文隊長、宝省文隊長、参謀本部海軍部、第二局員、横須賀陳守府長官伝令士。 フランス出張、イタリア公使官付、海軍大学校教官などを経て、日清戦争では、橋立文隊長として出生した。その後、大島文隊長、武蔵副長、呉水雷団水雷艇隊司令、軍令部第一局員、富士副長、立田艦長、海軍省軍務局、第二課長、第一駆逐隊司令、常備艦隊参謀長、松島艦長などを歴任。 日露戦争では、連合艦隊機関、三笠艦長として従軍し、東条翔太郎作の三笠艦長の図にも描かれている。海軍教育本部第一部長などを経て、明治39年11月、海軍少将に進級。県教育本部第二部長、練習艦隊司令官、召喚会議議員などを歴任し、明治43年12月、海軍中将となった。 コ皇洋光部司令官、召喚会議議員を務め、現職で死去した。ありがとうございます。